どうも、もみちです。どうも、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず最初に重大発表があります。重大発表。田中のキャラ編、毎回キャラ編してたら視聴者ついてこられへんから。今回キャラチェンした理由は、今までしっくりきてなかったんですで、やっと僕見つけました。これです。もうキャラチェンしませんので。テーマはもう一回キャラチェンって言ってるか。キャラチェン、キャラチェンって、キャラ編。ああ、キャラ編、キャラ編。もう一回。マミジです。まず重大発表があります。田中キャラ編しました。これほんまに重大発表なんですけど、僕がキャラ編した理由はマミジです。でかない、なんか気づいてくれました、田中がキャラ編するのは分かっていたし、キャラ編するって事前に聞いてたから、キャラ編してんのがこっち的にもついていかれへんから、キャラ編に、そうもし自分がキャラ編したらどうなるんやろって。今、小松空港に来てます。自分がもしキャラ編したらどうなるんやろってちょっと意地悪的な感覚でキャラ編しました。わらか好きやな。そう、次回からは通常の、いつもの。はいはいはい、なぜ僕たちもみじが金沢の小松空港に来てるのかっていうのをですね、このおいしいご飯とかもいっぱいあるんで、それぞれ3つずつ言わへん。この石川のイメージを3つずつ。魚おいしい、日本海のおいしい魚。一緒やな、俺もそれは魚です。はい、そうやな。金沢駅やがおしゃれな、見たこと。インスタ映えするから、はいはいはい、もみじのインスタグラムを解説して。もみじのインスタグラム、このどうですか皆さん、コメントお願いします。解説は、もみじってまだ生配信したことないやんか、うん、生配信いいかもな。もみじっ子たちがこういっぱいこうコメントしてくれるから、ね、はいはいはい。こんなんね、1日3本っていうことで言ってたんですけど、ちょっとこのなかなかそのペース的には難しい。今のペースがちょっと限界かなとは思ってますんで、でも生配信やったらいつでもできるんで、その今コメントで、お願いします。はい、じゃあもみじです。今日の企画を発表したいと思います。はい、今回の企画はこちらです。石川って何やろ、甘いもん。仙台とかやったらさ、何やったっけ。そう萩の月、柏木は、東京ゴリラです。いやもうそれ罰ゲームやん。スーパー罰ゲームやん。ミラクル罰ゲームやん。トルネード罰ゲームやん。特大罰ゲーム。巨大な罰ゲーム。そうやな。いやでもほんまにこういうふうにみんないっぱいたくさんの人たちがこう見てくれてるのが嬉しいよな。そう、嬉しい、うん、ほらすごいよな、これすごい。こんなんが空港。ちょっと待って、恐竜博士ってわらか好きやん。ほんまや。そういうのでも気づくんがすごいよな、田中は。ああ、そうかな、うん、日常生活で結構そういうのなんかアンテナ張らしてんの。あ、意識的に張ってるわけじゃないけど、あれちゃん、それだから、そのニットから出てる前髪、これアンテナ決定してんちゃん。これアンテナ決定、アンテナ決定。アンテナ決定しました。はい、もみじです。数の部分見せていきたいよな。ああそうやな、うん、まあ、飛行機で来たわけやんか、うん、羽田空港集合で、うん、ギリギリやったよ俺。そういうのとかもなんか赤裸々に見せていきたいよな。マジでよかったな。うんうん、うん、そう、いや背測ってないやんけ。あー、背や、うん、いい。あ、ちょっと、これどうやってやるの？ん？ネジグッてやる。え、これさっき測ろうってせえよ。いいからそれ、後でさっきせえ測ろう。で、言ったらいいやんか。いいから、こうネジグッ、もういいからさっきせえ測ろう。これ絶対倒れるねって。だからせえ測ろう、さっき後で言ったらいいから。編集だるやろ、これだったら。
じゃあ暫定チャンピオンはズル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 。誰が測定？お前ら。でも俺勝ってたんじゃん今。なんかそんな感じ。分かる分かる。ちょっとだけ聞くから。感覚的に。これ入れていい？ちょっと待って。これ入れない？じゃんけんで勝ったらなし。あ、オッケーオッケー。最初はグー、じゃんけん。これ電池大丈夫？電池大丈夫？電池大丈夫？マックスマックス。大丈夫？もみじです。ということでですね、この小松空港で、はい、やってきましたけども、また帰ったら、はい、こう旅の思い出とかいっぱい喋れたらなと思うよな。帰ってからまたその報告したいと思います。お願いします、はい、ありがとうございました。以上